りまさん、こんばんくまちゃん、こんばんくまちゃんです。えーとね、今日は名前変わってる、ゆるぴょんさん、今日は特典会だけお世話になりました。楽しかったです。駆けつけてくれてありがとうでした。ライブ見れなかったのに会えてハッピーでした。お疲れ様、あつさん、ありがとうございます。また近いうちに会えるので、その時もたくさんお話できるといいね。近いうちに会えるのね。またお話しよう、楽しみだ。お久しぶりです、早く会いたいです。は待っております。岡山もう気づいたらもうちょっとね、5日ぐらい経ってて、あっという間って感じ。はいしね、次のライブは7日なんですけど、6日は撮影会がありまして、ぜひともね一緒に過ごしてください。桜見よう一緒に。私も大阪城公園です。私は時間帯が違くて夕方なのでね、また違ったのが見れるかなっていう感じ。あと2枠です。なんか撮影会ってさ、ほんとさ、あのあれハードルがさ高いイメージあると思うの。実際なんかね、カメラないとみたいな、写真撮らないとみたいな感じがさすごいあると思うんですけど、あの撮影会でね、お写真メインじゃなくて、全然お話しして過ごす時間っていう感じのイメージがとても強いんだね。ゆっくりお話しできる時間って、一緒に過ごせる時間っていう感じなのでね、ぜひともぜひとも誰でも参加お待ちしております。さだきくん、まほかちゃん、こんばんくまちゃんです。さあ、こんばんくまちゃん、こんばんくまちゃんです。さだきさん、嘘だよって、ありがとう。嘘だよって、もうエイプリルフール終わっちゃった。メインハートありがとうございます。花束もありがとう。嘘だよもありがとうです。まーちゃん、くまちゃん、こんばんは。今日もお疲れ様です。お疲れ様です。次会える日決まってるけど知りたい？それともサプライズの方がいい？はどちらかというと知りたい。まーちゃん、ハートありがとうございます。かずちゃん、こんばん、くまちゃん、こんばん、くまちゃんです。撮影会は散歩の時間確かになんかね、いっぱい歩いてさ、いっぱい回ってるイメージ。いつも過ごしてくれてありがとうです。でもね、ほんとさ、なんかさ、いろんなその時その時をさ、すごい共有できる時間って思っていいなって思いますので、一緒に過ごしてください。ご予約はね、あのファンシーの公式のに DM をしてくださったらご予約完了です。なので今日も可愛いってありがとうございます。まーちゃん、流れ星ありがとうです。メイブンライトありがとうございます。いまして7日の2本目行きました。お、ありがとうです。そう、7日は2本ね、まだタイって出てないんですけど、2本ライブありますので、よろしくお願いします。早いね、もう4月に入って7日ね、とか早くもないか。でも本当いろんな新生活が始まってるんだなっていうのをいろんな人から聞いて、なんかそうか、新生活の時期なんだなっていうのをすごい感じます。なんか4月ってなんか、まあ、周年があるから周年のイメージが強いけど、新生活って言われたらそれを感じることがさあんまないからさ、そうは新生活なんだなっていう、なんかね、それが
思う。そろそろだって入学式の時期とかもあるでしょ。で、そう、友達の新社会人になる子がちょっと遅れて明日からお仕事始まるって言って、そうとかも聞いてさ、そう、なんか皆さん変わったことありますか、新生活4月に入って。人事移動とかもね、する人とかもいるよね、お仕事のね、とか。サカキさん、どうもありがとうございます。でも早くさ、桜見に行かなきゃと思って、見に行けるかな。私のさ、一番好きなさ、ところがさ、なんか今日ちょっとだけ見れたんだけど、なかなかちゃんと見に行こう、行けそうな時間がなくて、なくて、なくて。見たい。絶対毎年行ってる場所があってさ、ね、何日ぐらいが満開なんかな、桜は。何日ぐらいが満開だと思う。もう満開？あ、でも昨日かなんかに撮ったら若干まださ、もうちょっと咲くかなって感じだったから、明日ぐらい、今日明日ぐらいが一番咲くかな。桜、桜見た？みんなさ、いいね、桜、桜の時期。岡山の YouTube みんな楽しそうやった。お、見てくれた？昨日はあの岡山遠征の様子を YouTube であげましたので、皆さん見て寝てね。まだ見てないよっていう方は見て寝てね。見たよっていう方も今日もあの見て寝てください。10分のね、短い動画なので、そう、あの行きの車の様子から、あの帰りは、そう、特典会終わるぐらいのところまでね、そう、とか岡山城とか、どこどこどこ岡山城行ってるところとかね、そう載せたので、あのたくさん見て、さん見てね。がゆるっとした動画になってます。桜見たよーって、めっちゃ咲く、綺麗に咲いてるねーって。うん、本当に。なんかでもさ、いろんな桜のいるさ、木とかもあるからさ、あのそう、こんな、あ、こんな白かったっけ桜とか、色のね違いとかもちょっと面白いなって思いながら今年は見た。5日が満開予想だねって。あ、じゃあ明日が、あ、もう日付変わったから、今日あの夜が明けたらもう満開。それは桜見に行かなきゃ。メイジの YouTube も10回以上見てます。え、そんな見てくれてるの？はいっぱいいっぱいありがとうです。なぎちゃんも楽しそうやった。あ、そう、むぎちゃんもね、むぎちゃんもいました。むぎちゃんもいっぱい歩いたらしいよ。そう、むぎちゃん途中で爆睡してたらしい、車の中で、ライブの合間っていうぐらいね、いっぱい歩いたみたいです。むぎちゃんも楽しそうでした。特典会終わりの前挨拶ありうるさくて笑った。そう、思ったよりさ、私の声がさ入ってなくってさ、そう、みんなの声もさ、そう、あのそう、ちょっとね、あんまり見れて、あのあれだったんですけど、
なんとかなんとか文字を入れて聞こえてるかなっていう感じなんですけど、そうでもどっかがなんかね、あんまね、なんかも聞き取れなかったような、あ、ナビの音かな、ナビの音もさ結構大きかった時があってさ、あのギリギリんってなったから、ちょっとそう文字入れたけど合ってるかなっていうところもあった。まだ桜見てないなって、咲いてんのかもさえも知らないは、明日が満開みたいなので見に入れるかな。さて歩いてる麦ちゃんほぼ見てないなってなんか撮影会の合間は歩いてたらしいです。戻ってきたらね、もうあの歩いてなかったけど、でファンの人が来るの待ってる間もまあまあまあちょっとだけ歩いてたりもしてた麦ちゃんです。でもさすごいね、あんなちっちゃいのにさ、やっぱさね、ちょっと歩いただけでいっぱい歩いたになるもんね、人間で言ったらさ。そう、あ、そう、人間でちょっと歩いたってなってもワンちゃんだったらあのそうちょっとの距離でもさいっぱい歩いたになるもんね。開始直後めっちゃナビ聞こえた、そうナビ入ってた、ナビ入ってるし麦ちゃんがハーハーやってるのもさ言っててさ、若干ね聞き取りづらいんですけど、なんとかちょっと文字で見てもらえると助かります。まあまあまあ、でもそれもなんか一つのね、車っていうなかなかないさ感じもあるんかなっていうだと思ってくれたら嬉しいです。そう、ね、車はね仕方がない、どうしたらいいんだろうね、あれ、うん、撮ってみないと気づかないしね。そう、うん、こぼした。なんかさ今日めっちゃこぼすんだけど、びっくりするぐらいなんかこぼした。さっきスープをさ飲んでたんだよ。スープをさキッチンからこっちに持ってきた時にはさ、なんかあのそうこぼしたん。なんか左なんかね入りきらなくて、1個のお皿になんか2個にさ分けてたんよ。でそしたら片方の方がめっちゃ気をつけてたのに、もう一個の方はあの持ってるスープを持ってること忘れて傾けちゃってこぼれたっていうのをなんか2回ぐらい繰り返して、そう2回ぐらい繰り返したし、今日もリンゴジュースを飲んでたんですけど、ほんとさ毎日のようにリンゴジュース飲んでるですけど、あのリンゴジュース今日こぼして、そう今日はいろんなのこぼす日。あとはなんか今日はあやっぱりそうそんな日でした。てあさんこんばん、くまちゃんこんばん、くまちゃんです、やらかしたって、ね、サンバラありがとうございます。持ってることを忘れるって、え、なんかさたまにね持ってることさ忘れてる時、え、本当にさそうたまにあってさ、これ一番えって思ったのがさ、自分の中でなんか、ま、昔友達とあのそうお出かけをしてたんですよ。お出かけをしてて、で雨だったので、なんか室内のところに行ってからその後あの外に出ててっていう感じで、なんか外移動してた、雨の中ね。で、え、待って私さ傘忘れたみたいな、え、傘なんかさっきのところに忘れたみたいな言ったの。そしたらあの傘を差してたって、傘をあの忘れてたんじゃなくて傘を差してるのに傘忘れたって言ってたりとか、そうあれが一番衝撃だったね自分の中で、うん、そう持ってるのをさ忘れて、持ってること忘れちゃう中でね、
さん初訪問ありがとうございます。マロちゃんこんばん、くまちゃんこんばん、くまちゃんです。プッシーさんハートありがとうございます。598日って出たね。598日、明日が599、6日が600日。カシーさんこんばん、くまちゃんこんばん、くまちゃんです。メガネの上行ってるなって、持ってるのに忘れるのやばい。いや本当にそうだよね。え、この間もさ、本当にさ、店員さんにさ、ごめんなさいって思ったことがあってさ、スーパーに行って買い物してて、でなんかカゴじゃなくて手で持ってたの。あれ、何を持ってたのかな、なんか持ってたんで、でなんか3つぐらいちょっと積み重ねて持ってた。でそれでお願いしますって出して、なんかぼーっとしてたらすいませんみたいに言われて、えっと思って、これはいらないですって聞かれて言ったしなって思ってたら、なんかその商品のところに携帯も一緒に置いてて、そう、本当に申し訳なかった、あ、ごめんなさいって言ってすぐ取ったんだけど、びっくりした。その携帯をね、そう挟んでることも忘れてて、ありゃーと思って、マジで店員さんにごめんなさいだった、本当に。だからいっぱいごめんなさいって言っといた。まるちゃんバラありがとうございます。いいサンダルマありがとうございます。びっくりしたのは店員さんって確かにそれはそう、それは確かにね。最近なんかそういうちょっとした物忘れが多くなった気がする。困っちゃうな。だってなんかさ、最近さ、ちっちゃいカバンをさ忘れることがなんか多々あってさ、3回ぐらい忘れて、で昨日さ、ちっちゃいバッグ忘れずに今日は持ったって思ったら、お財布を忘れて家を出そうになってたり。どうやったら治るんかな、物忘れ。なんかさ、物忘れに効くみたいなさ、なんか食べ物あったよね、なんだっけとか、なんかサプリみたいなやつあったよね、なんだっけな。ちょっといいのあったら教えてください、物忘れを。あれかな、なんか脳トレとかしたらなくなる。ちょっと改善したい急にカバン忘れるはびっくり、自分でも。本当にカバン忘れ、まあ衣装忘れてないだけいいんだけどさ、そう、なんだかんだなんだかんださ、まあまあまあ若干不便だなぐらいで済むからいいけど、本当にね、最近はそんな感じです。くっちゃんさん、どうもありがとうございます。ロンさんも、どうもありがとうございます。あ、そう、今度さ、あさっては600日なので、ちゃんと600日配信をしようと思って、まあ、いつも何百日とか365とかしてるんだけど、今回も夜、6日の夜しようと思ってるので、ちょっとお時間あったら見てください。なんか何時に終わるかさ、まだ分からんからさ、っていうか、何時に、何時にできそうかはちょっとまだ分かってないから、多分、当日とかになると思うけど。ね、みんなで一緒にできることをね、ちょっと考えててね、これはできるんかなって思いながら、そう、明日、買いに行こうと思ってるんだけど、また新しい試みをしようと思っております。なので、そう、一緒にできたらなって思ってます。なので、明後日の配信も見てね。そう、でも600日か、嬉しいね。いつも皆さんありがとうございます。本当ね、ゲリラで始めることも多いし、ラジオ配信も多いし、15分だったっていうことも多いし、なんですけど、毎日配信600日見てくれてありがとうです。まあ
ということで、そろそろね、今日はもう1時前なのでランキングを読みたいと思います。今日も見てくださりありがとうございました。あらららら、13位大和田丸さん、ありがとうございます。12位マリモさん、ありがとうございます。11位はソロさん、ありがとうございます。10位がたつきくん、ありがとうございます。9位がガシーさん、ありがとうございます。8位ナイナーさん、ありがとうございます。7位さやか、ありがとうございます。6位ザキさん、ありがとうございます。5位はマロちゃん、ありがとうございます。4位はプッシーさん、ありがとうございます。3位はまーちゃん、ありがとうございます。2位がしんじさん、ありがとうございます。そして1位がめいです。ということでね、皆さん今日も見てください、ありがとうございました。もう600日かって、ついこの間500日だったのに、え、本当にね、本当に合ってる？550何日とか559とかの間違いじゃない？で、自分の中でも思っちゃうぐらい、え、本当に合ってる？ 598？ 今日550何日の間違いじゃない？なんかね、実感が湧かないけど、600日もしてるんかっていう実感が湧かないんですけれども、そう、なのでなんですけど、皆さんいつもありがとうございます。合ってるよってよかったよかった、そう、合ってるって、皆さんありがとうです。で、今ね、あの4月6日の大阪城公演の撮影会のご予約が募集中ですので、皆さん阪神の公式ツイッターに DM してください。で、あとはデコチキも今予約受付中なので、うさぎさん、かわちいうさぎさんのさ、チキこの間ライブしたやつ、多分本当にあれ1日限定説あるので、デコチキでゲットしてください。イースターも近いからね、イースター仕様のデコチキもある。で、私で、そして4月16日のララーランドっていう豪華なね、対バンの方が本日チケ発始まりましたので、皆さんこの日と、そして4月17日の3周年ライブ2日間はね、ファンシーに絶対絶対会いに来てください。よろしくお願いします。ずーたん、こんばん、くまちゃん、おやすみの挨拶だけお邪魔します。皆さんおやすみなさい、配信ありがとうって、こちらこそありがとうございました。始まるの早すぎるって、そう、ちょっとね、出演者さんが結構多いっていうのもあって、めちゃめちゃ平日なんですけど16時台に始まるんですけど、ちょっとね、皆さんぜひとも早くの日は、この日と17日は来てください。よろしくお願いします。では、ありがとうございました。おやすみなさい。なんか今日ちょっと寒い気がするから、暖かくして寝てね。ありがとうございました。